こんにちは、ブルホスです。今日は体験の方がお金よりも大事なんだよっていう話をしていこうと思います。まあ、早速ね、どんなことをやったかっていうと、レモネードの販売、まあ、レモネードっていう時点でなんとなくこうアメリカでやったんじゃないかっていう印象なんですけど、実はアメリカでやった実験でございます。で、レモネードを販売しましたと。で、販売の仕方は3つありまして、3種類の看板をお店に掲げましたと。で、今から上げる看板の中で、まあ、最も売り上げを上げることができた看板は一体どれでしょうっていうのを皆さんにぜひシッピングタイムで考えていただきたいと思います。で、何かっていうと、ちょっと一息レモネードをどうぞ。そして2つ目、お買い得です、レモネードをどうぞ。3つ目、レモネードをどうぞっていう3つの看板を掲げた中で、レモネードを最も多く買ってもらった看板は一体何だったかっていうのを言うと、ちょっと一息レモネードをどうぞっていう、まあ、快適な時間、その一息っていう、まあ、休憩できますっていうふうにアピールした看板が一番買ってもらったと。そして二つ目に、ただ単にシンプルにレモネードをどうぞって言った看板の方が売れて、最下位はお買い得です、レモネードをどうぞという、お金をアピールした看板は実は全然売れなかったっていう話なんですね。へーって思いますよね。で、詳細な結果を言っていくと、快適な時間をアピールした看板に関しては、その最下位のお買い得ですっていう風にアピールした看板と比べると2倍の人を集めることができました。かつお金の看板のメッセージを入れた看板っていう、あ、お金のメッセージを入れた看板っていうのは、客あたり1人あたりの単価っていうのも全体の売り上げと比べると、まあ、下がったっていう結果だったんですね。だからレモネードだけ売るんじゃなくて、まあ、なんかオプションとか、あるいはなんか1人で2杯とか3杯くださいっていうのに対して、もう1杯だけとかね、他何もオプションつけませんみたいな、そういう話になっちゃったっていうわけなんですね。で、購買意欲の高まり方っていう話なんですけど、実はこれは、まあ、さっき冒頭言ったように、アメリカのですね、スタンフォード大学っていうところで行われた実験でした。で、時間に関するメッセージを見た方が、なんか親近感が湧くから、購買意欲っていうのが高まるんじゃないかと。まあ、時間、つまり経験っていう話ですね。で、レモネード以外にも同じような看板の掲げ方で、ノートパソコンとか、それからジーンズとか自動車っていうのでも実験を行ってみたんですよね。そうすると、いずれも結果っていうのは仮説が正しくて、時間のことを訴えた売り方をした方がお金というところよりも親近感が湧いて、購買意欲も単価も上がるっていうことが判明したわけなんですね。で、時間のメッセージ性っていうところなんですが、製品に関する購入者の体験っていうのがイメージさせることができて、思い浮かべたことによって親近感が湧きやすいっていうイメージなんですよ。つまり何かこう物を買いますってなった時に、その物を使って満足している自分とか、あるいはなんか仕事に関するノートパソコンとだったら、今使っているパソコンよりもスペックの高いものを買うことができたら、なんか一個一個ローディングするのに時間がかかって鬱陶しいなと思ってたものがもう一瞬でできるようになって、すごく仕事がスムーズになって、まあ、快適だねっていう風なイメージができるものを買いやすいということなんですね。ところがスペックのいいパソコンだよっていう風に言って訴えて、で、なんか今まではこう15万で売ってたのをこれ12万円でいいよ、3万円もお得だよっていう風に言っても、そのスペックがいいことによって自分の仕事の効率が良くなっているとか、ストレスがなくなっているってイメージがない、ただただ安いっていうことだけで買っている人たちっていうのは、なんかこうごく少数だっていうことなんですね。で、まあ、ごくわずかにいる、確かにお金が効果的な購入者っていうものは、なんか体験よりも名声とか財産に興味を持っている人のケースの方が多いというふうに言われてます。あとはなんかコスパって言葉が好きな人とかねっていうのは、なんか中身よりもそのいかに安く買うことができたかっていうのをなんか自慢したいっていう、そういうタイプだったりするわけなんですね。なので結論言えることは、お金じゃなくて体験売りましょうよっていうことなんですよね。はい。で、牛丼とかコーヒー、まあ、カフェですね、とかそばとかうどんとかって、まあ、カフェテリアとか、まあ、それからファストフード店っていうのは、まあ、低価格路線で競争する先っていうのが増えましたよね。まあ、Mドナルドと、まあ、Lテリアとか、そういうところがなんか安くとか早くとか、あるいは、M や、M ツヤとか、それから S キヤとかね、それからまあ Y シノヤとかっていうような、まあそういった牛丼をメインに売っているようなところも、いかにこう安く売るかみたいなところの先が増えたと。まあ最近は高級路線も行ったりとしてるところもあるんですけどね。まあ確かに買い手とか、まあ売り手の両方が満足しているのであれば問題はないんですけど、まあこういったその品質を安くとか価格を安くっていうのは結局自利品であることは間違いないわけなんですね。で、より満足を求めるためには、まあ、お金ではなくて体験を売りましょうということなんですよ。だから私たちはお金で満足することも
あ、お金を、まあ、使うこととか稼ぐことによって満足することも幸せを感じることって、ある一定の路線を超えると、もう範囲を超えると感じにくくなる、あるいは全く感じられなくなってくるんですよね。で、体験とか経験とか過ごす時間に幸福を感じることによって、幸福に感じることができる生き物なので、それを提供することの方がはるかに大事だっていうことが言えるということなんですね。で、ここに対して具体的な事例としてスタバね、皆さんご存知スターバックスなんですけれども、実はスタバって全店舗直営店で経営をしているんですよね。これってなんかこう飲食店を経営している人なら、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、利益を追求するのであれば FC フランチャイズで展開する方が早いし儲かるわけなんですよね。ところがスタバって追求しているものが空間の提供なんですよ。だからいかに早くとか安くとかお客さんに味を満足させるとか、そういうものじゃなくって、もうその場にいる空間にこう癒しを求めてくるお客さんに対して、あ、お客さんをこう持ってにサービスを提供したいということなんですね。空間のサービスを提供しているということなんですね。ところがそれをフランチャイズにしてしまうと、つまり自社の社員じゃなくて、たまたまその土地あるいはたまたまその店舗を持っているオーナーさんが営業をすることになってしまうので、空間を提供してくださいと伝えたとしても、売上を上げて利益を取っていくことの方がオーナーさんにとっては当然生きていくために必要な話になってくるので、そうなるとお客さんの回転率を上げて、一人当たりとか一グループ当たりの単価を上げるために強引な売り込みを行ってっていう風になってしまうと、サービスを提供する上で空間を提供するどころじゃなくって、ただただもうコーヒーの押し売りになっちゃうので、コンセプトっていうのは浸透しにくくなるわけなんですね。だから、直営店舗にすることによって社員を一から教育ができますと。で、その社員を一から教育するとか、場所なり、店舗なりっていうのを自分たちで探さなくちゃいけないってなると、効率が悪いっていうのは、もう初めからそういったの分かってても直営店舗で展開を進めているわけなんですよね。結果、多少高いコーヒーを頼んででも、あの空間に癒されたいと長くあの場所にいたいっていう風になって、リピーターが後を絶たないヘビーユーザーさんたちがたくさんいる、そんなスタバを作ることができたわけなんですね。だから私たちも仕事をする上でお客様にサービスを提供しますとか、物を買っていただきますってなった時には、やっぱりこういう働き方をしていきたいなっていうのが今日のお話です。だからお金安いですよとか高級品ですよっていうお金を前面に出すのではなくって、その人が使ってどんな風に良くなっているのか、どんな風にしやすいなっているのか、どんな風によりもっとこれを使おうと効率よく生きていこうという風に思っていただけるか、そんなイメージの持てる、あるいは実際の体験ができる、そんな、仕事の仕方っていうのをぜひ心がけてやっていきましょうという、そういうお話でございました。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。